ホンジュラスの歴史は16世紀にスペイン人が到着する、ずっと以前に始まった。ホンジュラスの原住民は、西部から中部にかけて、レンカ族が中北部海岸で、トルパン人がトルヒーリョ近くで、ペチ人、マヤ人、スモビトが居住している。これらの民族は、自治しつつもお互いに貿易関係を持っており、パナマやメキシコの住民とまで貿易した。 コパン・ルイナス博物館にあるロサリラ神殿2009年撮影。フミ前時代のホンジュラスは考古学により多民族社会であることが証明されている。この時代の文明はホンジュラス西部グアテマラとの国境地帯にあるコパン市周辺で見つかっているマヤ文明が重要であり、コパンの文明は150年頃に繁栄し始め、 古天気の後期にあたる700年から850年にその頂点に達した。この文明は多くの名国と石碑を残している。コパンの王国は5世紀から9世紀まで続き、その前身は少なくとも2世紀までたどることができる。マヤ文明は9世紀より大幅な人口減が見られたが、少なくとも1200年まではコパンとの その周辺に人間が居住していた証拠が見つかっている。コパンはスペインがホンジュラスを発見するまでに密林と化しており、生き残ったチョルティ族も西方にいた同じチョルティ語を話すた部族と隔絶していた。一方、マヤ人に属しないレンカ人はホンジュラス西部を支配した。ヒルゴンサレス・ダビラ・ホンジュラスが初めてヨーロッパ人に発見されたのは、 クリストファー・コロンブスが第四次航海中の1502年7月30日にバイア諸島に到着した時だった。同年8月14日、コロンブスはゲントルヒーリョ近くで米州大陸本土に上陸した。コロンブスは海岸近くの水深が深かったためそこをホンジュラスに名付けた。1524年1月、エルナン・コルテスはクリストバルでオリドにホンジュラスで 植民地を設立するよう命じた。オリドは、千数隻、兵士と入植者で合計400人以上を率いて、キューバに向かい、コルテスが準備した補給を回収した。キューバ総督、ディエゴ・ベラスケス・デクエリアルは、オリドに設立した植民地を自分のものにするよう説得した。オリドは続いて、ホンジュラスの北部海岸に向かい、 プエルト・カルバリオスの東のトリウン・コデラ・クルスで上陸、そこに入植して総督を称した。コルテスは、オリドの反乱を知ると、フランシスコ・デ・ラスカサスを、千数石と共に、ホンジュラスに派遣して、オリドを追放して、ホンジュラスを、コルテスの領地にするよう命じた。しかし、ラスカサスは、ベリーズと、ホンジュラス沖で度重なる嵐にあって、艦隊のほとんどを失った。 ラスカサス自身の帰還はノロノロ進みながらようやく、オリドの本拠地であるトリウンホの沖合に着いた。ラスカサスがトリウンホに到着した時点では、オリドの軍勢の大半が、ヒルゴンサレス・ダビラの軍勢に対処するために内陸部にいた。それでも、オリドは、カラベル戦2隻で攻撃を開始したが、ラスカサスは、砲火で、反撃、さらに文献隊を派遣して、オリドの船に乗船。 ししようとしたこの状況に至っては、オリドが和議を提案、ラスカサスが受け入れて、自軍を上陸させなかった。しかし、その夜に激しい嵐が、ラスカサス艦隊を襲い、ラスカサスの軍勢の3分の1が失われた。その後、ラスカサス艦隊は風雨にさらされた上に、食料もない2日間を過ごした後に捕虜になった。オリドに忠誠を誓うよう強制された後、 ほとんどが釈放されたが、ラスカサスは釈放されず、後に、ゴンサレスも、オリドの内陸部隊に捕らえられた。その後の出来事については、スペインの文献に二通りの説がある。一つは、アントニオデ・エレイライ・トルデシリアスが17世紀に書いたものであり、オリドの兵士が反乱して、彼を殺害したというものだった。もう一つは、ベルナルディアス・デル・カスティリオによる、メキシコ征服記であり、 ラスカサスがオリドを捕らえて、ナコで殺害したというものである。一方、コルテスは陸上を行軍して、メキシコからホンジュラスに向かい、1525年に到着した。コルテスは、ゲンプエルトコルテスとトルヒーリを近くにヌエストラセニョーラで、ラナビダントという都市を設立するよう命じ、ラスカサスをその総督に任命した。しかし、 ラスカサスもコルテスも1525年末までにメキシコに戻り、ラスカサスはそこでオリドの死に関係したとして逮捕され、スペインに送還された。彼は1527年にメキシコに戻ったが、翌1528年にコルテスと共にスペインに帰国した。1526年4月25日、メキシコに戻る前、コルテスはエルナンドアリアスでサーベドラを、 ホンジュラス総督に任命、先住民に手厚く接するよう命じた。10月26日、スペイン王フェリペイスセイは、ディエゴロペスでサルセドイ・ロドリゲスをホンジュラス総督に任命した。その後の10年間、植民地人が総督に反乱したり、先住民がスペイン人に反乱するなどして、植民地が混乱した。サルセドは、 シリのためにカスティーリアでおろそうとくペドロ・アリアス・ダビラと戦った。1528年、サルセドはペドロ・アリアスを捕らえて、ホンジュラスの一部を活上させたが、フェリッペ一世に却下された。サルセドが1530年に死去した後はホンジュラスが再び混乱に陥り、1536年にペドロ・デ・アルバラードが到着して、ようやく収まった。1537年、 フランシスコでモンテーホがホンジュラス総督に任命された。その前にアルバラードが領土の分割を取り決めたが、モンテーホはホンジュラスに到着するとすぐにそれを取り消した。モンテーホの廃家アロンソデカセレスは、カシケのレンピラが1537年から1538年にかけて起こした先住民反乱を鎮圧した。1539年。 アルバラードとモンテーホが総得意を争い、当局の目に留まった結果、モンテーホはチアパスに向かい、アルバラードはホンジュラス総督になった。アルバラードがホンジュラスを征服すると上、ホンジュラス北海岸の多くの先住民が捕らえられて、スペインのカリブ海にあるプランテーションで強制労働を強いられた。しかし、スペインによるホンジュラス征服は1536年に、 アルバラードがシクンバヒキールティカマヤでの先住民反乱を鎮圧した後にようやく行われた。アルバラードは先住民の町を分割してスペインのコンキスタドールにデパルティミエントとして分け与えた。1537年から1538年にかけてはグラシアス・アディオス、コマヤグア、オランチョ近くで先住民反乱が起こり、 内グラシアスはディオス近くで起きた反乱はレンピラが率いたものであり、今日では彼を記念して、ホンジュラスの通過単位の名前がレンピラとなっている。サンフェルナンドで思わぬ要塞。グラシアスのサンクリストバル要塞。レンピラの反乱が破れ、スペイン人の間の騒乱も少なくなったことは、ホンジュラスにおける定住者の増加、並びに経済活動の活発化につながった。 1540年代末には、王立グアテマラアウディエンシアの首都が1544年にグラシアスに定められたことから、発展と繁栄に向かうとされたが、このことは、グアテマラやエルサルバドルにおける不満につながり、1549年には、首都がアンティグア・グアテマラに移転された。ホンジュラスは1821年まで、グアテマラ総督領の一件に甘んじることになった。 工業の最初の中心地は、グアテマラとの国境近く、グラシアスの周辺だった。1538年には大量の金を算出したが、1540年代初期には、中心地が東のグアヤペ川流域に移り、金の他には銀も算出するようになった。これによりグラシアスは、急速に衰退、代わりに、コマヤグアが、ホンジュラス植民地の中心地になった。 工業が労働者を大量に要したため、先住民のさらなる反乱につながり、先住民人口が急激に減少するようになった。結果的には、アフリカ奴隷がホンジュラスに導入され、1545年には2000人ほどに膨れ上がった。他には、サンペドロスーラやトリヒー旅行の近くにも近郊が発見された。工業は1560年に衰退を始め、 ホンジュラスの重要性もそれに従い提言した。1569年発に新しい銀行が発見されたため経済が短期間、回復、テグシガルパが建設されて、コマヤグアの重要性を脅かすほどになった。しかし、銀行業の発見が1584年に頂点に、達した後は経済衰退が再び訪れた。ホンジュラスにおける工業は、 資金も労働力も不足した上に地形の問題もあったため発展が阻害され、銀の産出に必要な水銀も希少だった。植民地時代、ヨーロッパからの海賊はたびたびホンジュラスの街に放火した。画像はフランス出身の海賊フランソワロロネー。スペインはホンジュラス南部地域の征服を進めていたが、北部のカリブ海岸ではそれほど進んでいなかった。北部海岸では 西部のプエルト・カバリョスなどの町が創設された。鉱物などの輸出品物が大西洋海岸からホンジュラスを通って太平洋海岸にあるこれらの町に運ばれ、続いて海運でスペインに運ばれた。また北西部内陸ではナコヤ、サンペドロスーラなどの町が創設された。北東部のタグスガルパ地域ではスペインによる征服への抵抗が続き、 16世紀中は武力で、それが失敗した後の17から18世紀では、宣教師の教えに抵抗した。北部海岸や近隣のニカラグアでは、ミスキート族が、その一部であり、民主的で公平的であったがを応用していたため、ミスキート王国と呼ばれる。スペイン当局にとって、頭痛の種だったのは、薄く支配していたに過ぎなかったホンジュラス北部における、 イギリスの活動である。イギリス人の活動は16世紀から19世紀まで続き、初期にはヨーロッパ人海賊がたびたびホンジュラスのカリブ海岸の村に襲撃した。例えば、プロビデンス島植民地を支配していたプロビデンス島会社はたびたびホンジュラスを襲撃しており、ホンジュラス海岸のおそらくグラシアスはディオス岬近くに集落を維持していた。 1638年頃ミスキー島がイングランドを訪れ、イングランド王国と同盟を締結した。1643年、イングランドの遠征隊が、ホンジュラスの主要高校であるトルヒーヨシを破壊した。1641年、スペインはカルタヘナから艦隊を派遣して、イングランドのプロビデンス島植民地を破壊した。これにより、 ホンジュラス海岸に近いイングランドの基地が破壊されたが、同時期に奴隷反乱が起こり、奴隷たちは乗っていた船を乗っ取って、グラシアスはディオス岬で船を破壊した。上陸した奴隷たちはミスキート族の歓迎を受け、一世代後には根結のミスキート三母人というグループになり、1715年にミスキート王国の指導者になった。一方、 1655年にはイングランドがジャマイカに侵攻、続いて海岸で同盟者を探した。イングランド人の目はミスキート族に泊まり、1687年にはミスキート王ジェレミー一世がジャマイカを訪れた。この時期には多くのヨーロッパ人がホンジュラスに移民してきた。1699年の記録からは一人家族、ミスキートの大家族、スペイン人の集落。 海賊のアジトが海岸に点在していることが伺える。イギリスは1740年に同地域を保護領と定めたが、この決定の後も強く支配したわけではなかった。イギリスによる植民は特にイスラスデラバイアで行われ、イギリスとミスキート族の同盟に現地民の支持もあったため、スペインも簡単に支配することができず、海賊にとってはいい隠れ家になった。 18世紀初頭、フランスのブルボン家がハプスブルク家に代わってスペイン王に即位した。ブルボン家は即座にスペイン帝国全体で一連の改革を実施、行政の効率化とともに植民地の守備を強化した。このうち、貴金属の税金が軽減され、当時王家が独占していた水銀の価格も下げられた。この改革により、ホンジュラスの工業は1730年代に、 復興ししたたスペインはさらにカリブ海岸の支配を取り戻そうとして1752年、スペインはサンフェルナンドで思わい要塞を建設した。1780年、スペインは以前に対イ,イギリス基地として使用したトルヒーヨに戻った。1780年代、スペインはイスラスデラバイアを再支配、ブラックリバー地域のイギリス領の大半を奪回した。しかし、 ミスキート族が抵抗したため、スペインは支配をプエルト・カワオストとトルヒーヨの先まで広げることができなかった。1786年 A2 主協定により、スペインのカリブ海岸に対する主権が確定した。19世紀初頭、ナポレオン・ボナパルトがスペインを占領したことにより、イスパのアメリカ全体で反乱が勃発した。 ヌエヴァ・エスパーニャー副王領では1810年から1821年まですべての戦闘が副王領の中央、現メキシコ中部にあたる地域で行われた。1821年にヌエヴァ・エスパーニャー副王が首都のメキシコシティで敗北すると独立の知らせが元グアテマラ総督領のインテンデンシアを含むヌエヴァ・エスパーニャ全域にもたらされた。ホンジュラスは 独立を規制事実として受け入れ、中米書、インテンデンシアと共に、スペインからの独立を連合で、宣言、1821年の中央、アメリカ独立法を成立させた。独立宣言の後、ヌエヴァエスパーニャ議会はコモンウェルスを設立して、スペイン王フェルナンド7世を、ヌエヴァエスパーニャ皇帝にいただこうとした。このコモンウェルス構想では、スペインとヌエバ・エスパーニャが、 独自の法律と議会を有するとし、フェルナンド7世が即位を拒否した場合は、ブルボン家から君主をいただくとした。しかし、フェルナンド7世は、独立を承認せず、いかなるヨーロッパ王子にもヌエバエスパーニャの君主を即位させないとした。議会の要請により、摂政のアグスティン・デイ・トゥルビデがヌエバエスパーニャ皇帝に即位、さらに議会がヌエバエスパーニャをメキシコに改名した。 メキシコ帝国の領土は、大陸部のインテンデンシア、モトグアテマラ総督領を含む、ヌエバ・エスパーニャ・ホンド諸刑を含む。1823年、メキシコで革命が起き、皇帝アグスティン・デイトルビデが失脚した。メキシコ議会は、中米のインテンデンシアに、自己決定を許可することを議決した。同年、中米のモインテンデンシアは、マヌエル・ホセ・アルセ将軍の主導で、 中央アメリカ連合諸州に統合、インテンデンシアは、州に改名された。連邦時期の重要人物には、ホンジュラス初の民主的に選出された、大統領ディオニシオデエレーラ、連邦大統領のフランシスコモラさん、ホセセシリオデルバリエがいる。やがて、ホンジュラスと近隣諸州の社会と経済の際により、中米の指導者の間で、激しい党派闘争が起き、 中米連邦は1838年から1839年にかけて崩壊。ホンジュラスも1838年10月に連邦から脱退して独立した。モラサン将軍は連邦の維持に苦心したが失敗した。その後、ホンジュラスの外交政策は第一次世界大戦終結まで中米の再統一を目標とした。1860年のホンジュラスホンジュラスの首都は コマヤグアと定められ、1880年にテグシガルパに遷都した。1840年代と1850年代、ホンジュラスは中米再統一に参加した。これには、中央アメリカ連邦、グアテマラ盟約、ソンソナテ議会、中尾目議会、中央アメリカ国家代表を含むが、いずれも失敗した。やがてホンジュラスは国名をホンジュラス共和国に定めたが、 統一派の理想が消えることはなく、ホンジュラスは地域統合政策を最も強く推進した国の一つだった。1850年、ホンジュラスは外国からの援助を借りて、トルヒーヨからテグシガルパー、そして太平洋海岸までつなぐ海洋間鉄道を建設しようとした。しかし、工事の困難さ、汚職などの問題により工事が1888年に、 サンペドロス浦ラまで完成した時点で資金不足に陥った。サンペドロス浦ラまで鉄道が建設されたことで、同市は工業の中心地でホンジュラス第二の都市に発展した。独立以降、小規模なものも含むと300近くの反乱や内戦が起きた。ホンジュラス北部海岸でプランテーション経済が発展したが、その過程において、 ホンジュラスで大領地を確保したアメリカの会社は米国政府に自社の投資を守るようロビーした。その結果、20世紀初期には米国によるホンジュラスへの軍事遠征が1903年、1907年、1911年、1912年、1919年、1924年、1925年と頻発した。ホンジュラスが実質的に アメリカの果物会社に支配されたため、バナナ共和国という用語が生み出された。アメリカ合衆国のホンジュラスにおける影響力の増大、マヌエル・ボニリア、1911年。1899年、ホンジュラスのバナナ産業は大きく成長していた。1899年に権力が平和裏にポリカルポ・ボニリア大統領からテレンシオシエラ大統領に異常されたことは、 ホンジュラスにおいて、政権交代が初めて平和裏に行われた例である。1902年には、バナナ産業の成長に従い、カリブ海岸で鉄道が建設された。しかし、1902年ホンジュラス総選挙で公認の大統領が選出されてもシエラが、権力の座にしがみつこうとして、退任を拒否したため、1903年に当選者のマヌエル・ボニラに追い落とされた。 シエラを失脚された後、保守派のボニリアは、自由派の元大統領ポリカルポ・ボニリアを2年間東国、ホンジュラス国内の自由派を弾圧した。これは、組織を持った政党が、保守派以外には自由派しかなかったためであった。当時の保守派は、個人主義な派閥に分裂、求心力のある指導者にかけていたが、ボニリアは、保守派を国民党に再編した。 原本ジュラス国民党はこの国民党を起源としている。ボニラはシエラよりも親バナナ会社だった。ボニラの地下、バナナ会社は免税特権、そして不当と道路を建設する権利を獲得、さらに内水道の改善許可と鉄道建設の許可を得た。また、ボニラはニカラグアとの国境を定め、1906年にグアテマラの侵攻を退けた。 グアテマラ軍を撃退した後、ボニリアはこうは、グアテマラとエルサルバドルと友好協定を締結した。ニカラグア大統領、ホセサントス・セラヤは、友好協定を反ニカラグア同盟とみて、ボニリアの追い落としを計画した。ボニリアは独裁者として、権力を奪取しており、セラヤはニカラグアに逃亡していた、ホンジュラスの自由派を支援した。自由派は、 ニカラグア軍の支援を得て1907年2月にホンジュラスに侵攻した。ボニラはエルサルバドル軍の援助を借りて抵抗しようとしたが、3月には決定的な敗北を起死した。ボニラが出却した後、自由派は臨時、フンタを設立したが、このフンタは長続きしなかった。アメリカのエリート層は自身の利益を守るにはセラヤを阻止してパナマウンガ地域を守り、 ひいてはバナナ貿易を守る必要があると気づいた。ホンジュラス自由派による侵攻に、米国政府は喜ばず、米国政府は、セラヤは、中米全域を支配しようとしていると考え、バナナ貿易を守るべく海兵隊を、プエルト・コルテスに派遣した。米国海軍の部隊はホンジュラスに派遣され、ボニリア最後の防御陣地である、ポンセカ湾のアマパラの守備に成功した。 米国の臨時代理大使がテグシガルパで用意した講和協定により、ボニリアは大統領から退任、ニカラグアとの戦争は終結した。中央アメリカ平和会議の開会式、1907年。協定は接中として、ミゲル・ラファエル・タビラクエラル将軍をテグシガルパのホンジュラス政府に据えた。しかしセラヤはダビラを信用しておらず、協定に満足しなかった。 セラヤはダビラを失脚させるためにエルサルバドルと秘密協定を締結したが、セラヤの計画は失敗。ホンジュラスにおける米国の利害関係者を警戒させただけだった。米国とメキシコは中米5カ国を中央アメリカ平和会議に招き、地域を安定させようとした。中米5カ国は会議で平和友好に関する一般条約を締結。 5カ国間の紛争解決制度として中米司法裁判所を設立した。また、ホンジュラスは衛星中立国になった。1908年、ダビラの政敵はクーデターを起こそうとして失敗したが、米国のエリート層はホンジュラスの正常不安を憂慮した。米国のタフト政府は1.2億米ドルという巨大なホンジュラス外債を正常不安の理由とみて、 関税収入を米国に抵当に入れるなどして、ホンジュラスが主に、イギリスから借り入れていた外財をリファイナンスした。ホンジュラスの代表と JP モルガン率いるニューヨーク、銀行家の代表団が交渉を行い、1909年末には、減債と利率5%の債券の発行を合意した。その抵当として、銀行家たちは、ホンジュラスの鉄道支配権を得て、米国政府は、 関税収入を統制するが、ホンジュラスの独立を保障するとした。銀行家の提案はホンジュラスで大反対され、ダビラ政権をさらに弱体化させた。JP モルガンとの合意を盛り込んだ条約は1911年1月にようやく締結され、ダビラによってホンジュラス議会に提出された。しかし、大統領に従属することの多かったホンジュラス議会は33秒対5票で、 条約を拒否した。1911年に反ダビラ放棄が起こり、債務問題の対処が中止されてしまった。米国は海兵隊を上陸させて、介入、両軍は米軍間での面会を余儀なくされた。元大統領マヌエル・ボニリア率いる革命派と政府は停戦に同意、米国の調停者トマス・クレランド・ドーソンが、 臨時大統領を選任することにも同意した。ドーソンは早期に自由選挙を行うことを承諾した、フランシスコ・ベルトランドを任命、ダビラは辞任した。ラ・セーバの鉄道駅。1912年の選挙では、マネル・ボニリアが当選したが、翌1913年に死去した。副大統領に就任していた、ベルトランドは大統領に昇格。 1916年の選挙でも再選されて、任期が1920年まで伸びた。1911年から1920年まで、ホンジュラスは相対的に安定、鉄道敷設が進み、バナナ貿易も大きく発展した。しかし、この安定期にも革命派の陰謀は続き、バナナ会社が革命軍の一派を支持しているとの噂が飛び交った。 そして、1920年以降には、ホンジュラスの安定が維持しにくくなった。バナナ産業の流成により、ホンジュラスで労働者運動が発展、同国史上初の大規模なストライキが起こった。その講師になったのは、1917年のクヤメル、フルーツに対するストライキであり、ホンジュラス軍に鎮圧されたが翌年には、ラセーバで、スタンダードフルーツカンパニーに対するストライキが起こった。 1920年、カリブ海岸でゼネラルストライキが起こり、その対処として、米国の軍艦が同地域に派遣され、ホンジュラス政府はゼネストの指導者を逮捕した。そして、スタンダードフルーツが日東を1.75米ドルに上げると、ストライキは終結した。しかし、バナナ貿易における労使紛争が止むことはなかった。果物会社の活動自由派の政府は、 工業と農業の生産拡大を目指し、1876年以降、現地のビジネスと外国資本に土地と免税権をばらまくようになった。特に工業が重要であり、また新政策がバナナ輸出が増大した時期と重なった。バナナ産業は1870年代にイスラスデラ、バイアで始まり、1880年代には中小の農家でも盛んに行われるようになった。 自由派政府が提供した利権により、米国資本はまず海運会社として、続いて鉄道会社とバナナ生産会社として参入した。米国の会社は巨大なプランテーションを作り、人口密度の高い太平洋海岸、中米諸国などから輸入した労働者を雇用した。これらの会社は雇用にカリブ海の英語圏住民を優先した。結果として残ったのは飛び地経済であり、主な会社は クヤメルフルーツ、スタンダードフルーツ、ユナイテッドフルーツの3社である。1899年、ニューオーリンズに本社を置いている、バッカロブラザースカンパニーという果物会社は1899年にホンジュラスに訪れ、ロアタン島でココナッツ、オレンジ、バナナを購入した。ニューオーリンズで果物の販売に成功すると、同社は業務をホンジュラス本土に移った。 1901年、バッカロ兄弟は、ラセーバとサラドに、事務所を設置、やがて、ボカセラダからバルファテまで80キロメートルに近い海岸線上のバナナ産業を支配するに至った。1900年、米国の貿易商、サミュエルザムライとユナイテッドフルーツはホンジュラスに進出、バナナのプランテーションを買い取った。1905年、 ザムライは単独でプランテーションを購入するようになり、1910年までに5000エーカーのプランテーションを積み上げた後悔やめるフルーツを開いて独立した。この2社はその富と強力なつながりにより、ホンジュラス政府に絶大な影響力を与えるに至った。しかし、1910年にユナイテッドフルーツがホンジュラスに進出すると、会社間の競争が激化した。 ユナイテッドフルーツは1912年までにスラボンチのテラからエルプログレソまでの鉄道付設権とトルヒーヨからフティカルパまでの鉄道付設権という二つの利権を買い取りした。1913年、ユナイテッドフルーツは鉄道利権の管理会社としてテラ鉄道会社を設立、直後にトルヒーヨ鉄道会社を設立した。 ユナイテッドフルーツは鉄道会社を通じてホンジュラスのバナナ貿易を支配したのであった。1899年の国勢調査においてホンジュラス北部が数年間バナナを輸出していること、プエルト・コルテスからラ・セーバまでの海岸線とサンペドロスーラのような内陸部まで1000人以上がバナナを生産していたことが示された。果物会社は広大な土地を獲得、特には バナナ産業に従事している商量種を廃業に追い込むこともあった。さらに、ジャマイカやイギリス領ホンジュラスから多くの労働者を連れ込み、プランテーションで働かせたか、下級管理者として働かせた。果物会社が西インド諸島からの労働者を選んだ理由は彼らが英語を話せることとホンジュラス人より高等な教育を受けたことが多いためだった。西インド人の流入により、 同地域の人口構成が変わり、その状況が外国による占領に見えたことと、アフリカ人を先祖とする西インド人への差別意識により、社会緊張が高まった。バナナ貿易がもたらした富と外国人、特に北米人からの影響力の大きさにより、1896年から1897年まで一時的にホンジュラスに逃亡した米国の作家をヘンリーは、 小説、キャベツと王様でホンジュラスをモデルとした架空が国を創作したとき、バナナ共和国という造法を使用した。1912年までに、ホンジュラスのバナナ貿易が悔やめるフルーツ、バッカロブラザース、ユナイテッドフルーツの3社による、河川状態になった。3社とも垂直統合を行っており、自社で土地、鉄道会社、幹線を所有した。 さらに鉄道への土地助成金を通じて、カリブ海岸の一等地を支配するようになり、ラセーバ、テラ、トルヒーユなどの沿岸都市、内陸のエルプログレソ、ラリマなどは、会社の私有都市に近い状態に陥った。その後の20年間、米国政府は、中米の紛争、反乱、革命への対処に追われた。これらの紛争の裏には、隣国の政府や米国の会社からの支持などもあった。 そして、カリブ海の、いわゆるバナナ戦争の一環として、ホンジュラスには1903年、1907年、1911年、1912年、1919年、1924年、1925年に、米軍の介入を受けた。例えば、1917年には、クヤメルフルーツが鉄道をグアテマラとの領土紛争地帯に伸ばした。正常不安の、 再来1920年から1924年までのホンジュラス大統領、ラファエル・ロペス・グティエレス。1919年、ベルトランド大統領が公認を選出するための公開な選挙を拒否することが明らかになった。この態度は米国に反対され、ホンジュラス国内でもほとんど支持されなかった。テグシガルパ知事で軍人のラファエル・ロペス・グティエレス将軍は、 ホンジュラス自由党の反ベルトランド勢力を組織、さらにグアテマラの自由党政府、ニカラグアの保守党政府の支持まで得た。一方、ベルトランドはエルサルバドルの支持を求めた。紛争を回避しようとする米国政府は春陣した後、仲介を申し出、ベルトランドには仲介を拒否した場合は直接介入も辞さないと脅した。ベルトランドはすぐに辞任して出国した。 米国中ホンジュラス特命全権講師のトマス・サンボラ、ジョーンズは自由選挙を公約したフランシスコ・ボグラン、率いる臨時政府の樹立を援助した。今や軍部を支配したロペスグティエレスは、次期大統領になることを決意していると表明した。長い交渉の後に不正がはびこった選挙が行われ、ロペスグティエレスはやすやすと勝利して1920年に大統領に就任した。ボグランは、 短い人気ではあったが、米国からの財政顧問を受け入れると決断した。それに従い、米国国務省のアーサー・ニコルス・ヤングが派遣され、1920年8月から1921年8月まで、ホンジュラスで財政顧問を務めた。ヤングは大量のデータを整理して、ニューヨークの警察官を雇って、ホンジュラス警察を再編成させるなど多くの助言を行った。 ヤングの調査はホンジュラスが大規模な財政改革を必要としていることを明らかにした。というのも、すでに不安定であった財政状況が革命活動の再開で大幅に悪化していたからだった。例えば、ホンジュラス軍の1919 19年の支出は予算の倍以上であり、ホンジュラス政府の全支出の57%を占めた。ヤングは軍事支出の削減を助言したが、 ロペスグティエレス政府に受け入れられず、ホンジュラスの財政状況は問題であり続けた。政府に対する向上な反乱と中米紛争の再開で状態がさらに悪化。ホンジュラス政府は1919 19年から1924年までの軍事活動で支出が予算を720万米ドルも超えた。クーデターの頻発ホンジュラスでは1920年から1923年まで。 放棄やクーデターの試みが合計17回行われ、米国の中米政治を不安に対する憂慮が増大した。1922年8月、ホンジュラス、ニカラグア、エルサルバドルの大統領は、ポンセカ湾に浮かぶ米国の防護巡洋艦タコまで会談した。三国の大統領は、米国公使の監視の下、自国の領土が隣国に対する革命の宣伝に使われないよう、 尽力することを約束、同年末にワシントン DC で中米諸国の会議を開催することを呼びかけた。ワシントン DC での会議は1923年2月に集結、補充協定11件を含む1923年の平和友好に関する一般条約が採択された。この条約は1907年の条約と似ているが、中米司法裁判所を改革して、 各国政府の裁判所への参加に対する影響力を弱めた。革命政府を承認しないよう求めた条項は拡大され、革命の指導者、その親族、並びに放棄の前後6ヶ月に権力の座についた人物も承認しないよう求められた。各国政府は、隣国の革命運動に対する支援を自粛、既存の紛争を平和裏に解決するよう再び承諾した。 補充協定は農業の奨励から軍備制限までと幅広いトピックをカバーした。その一つはコスタリカを除く中米諸国の間の自由貿易を定めた。軍備制限協定では各国軍の人数制限を定め、軍をより専業にするために外国の援助を求めるとした。1923年10月に行われた。 ホンジュラスの大統領選挙とその後の戦争と軍事紛争はこれらの条約の試金石となった。米国からの強い圧力を受けたロペスグティエレスは、当時のホンジュラスであまり見られない自由に選挙活動を行える選挙を行った。長らく分裂していた保守派は、ホンジュラス国民党に統一、コルテス県知事のティブルシオカリアス・アンディの将軍を大統領候補に押した。 自由党は、統一候補を出せず、元大統領ポリカルポ・ボニリアを支持する派閥とフアン・アンヘル・アリアス募金を支持する派閥とで分かれた。その結果、5割以上の多数票を獲得した候補は、おらず、得票数では、カリアスが1位でボニリアが2位、アリアスが大差で3位となっている。ホンジュラス憲法は、このような場合では、議会が決定を下すと定めたが、議会は、 定足数が足りず決定を下せなかった。1924年1月、ロペソグティエレスは再選挙が行われるまで在職する意向を述べたが、選挙日の公表は繰り返し拒否した。ユナイテッドフルーツの支持を得たとされるカリアスは、独自に大統領就任を宣言、武装衝突が勃発した。二月、米国は革命で権力を奪取した者は承認されないと警告。 ロペソグティエレス政府が選挙を行えなかったと批判して、関係を断絶した。情勢はしばたたく間に、悪化。2月28日には、ラセーバで政府軍と反乱軍が開戦した。米国の防護巡洋艦デンバーが現れ、海兵隊が上陸しても、略奪や放火を防げず、200万米ドル以上の損害が出た。戦闘では、 米国人一人を含む合計50人が死亡した。その後の数週間、米国海軍特別艦隊が、ホンジュラス水域に集まり、米国の利益を守るために上陸した。海兵隊と会員の軍勢が、内陸のテグシガルパに派遣され、米国公使会員を保護した。軍勢がテグシガルパに到着する直前、ロペスグティエレスが死去、彼の内閣が変わって、政務を取った。 カリアスラ反乱軍も郊外の大半を支配したが首都を奪取するには至らなかった。戦闘終結を目指した米国政府はサムナーウェルズをアマパラ港に派遣した。ウェルズは1923年の条約に基づき承認される政府の樹立を目標として4月23日から28日まで米軍の巡洋勘定で交渉に当たった。ビゼンテトスタ将軍を大統領とし、 内閣はすべての政党が入閣90日以内に県政を回復するための政権議会の開会が定められた。大統領選挙はできるだけ早く行うとし、トスタは自身は出馬しないと約束した。トスタは就任すると約束の一部、特に多党派内閣に関する約束を保護にしようとしたが、米国代表からの巨大な圧力により結局、講和協定を履行した。 1924年の選挙の秩序を保つことは難しかった。トスタに公正な選挙を行うよう圧力をかけるべく、米国はホンジュラスへの金融を継続、バンコアトランティダからの7万5000米ドルの借款要請を含む政府による借款をすべて禁じた。さらに、米国はエルサルバドル、グアテマラ、ニカラグアを説得して、1923年の 条約における革命の指導者を次期大統領として承認しない、条項に加入させることに成功した。これらの圧力により、カリアスは立候補自辞退、国民党のグレゴリオフェレラ将軍の反乱も失敗に終わった。国民党は、ミゲル・パスバラオナを大統領候補に指名したが、自由党は立候補者指名を拒否、パスバラオナは12月28日の選挙でほぼ全ての、 票を得て勝利した。秩序回復フェレラは1925年に再び小規模な放棄を起こしたが、パスバラオナ大統領時期はホンジュラスでは平穏な時代だった。バナナ会社は発展を続け、政府の財政状況も改善、労働組織も増えた。外交では長年の交渉が結実して、イギリスの債権者が所有した巨大なホンジュラス国債の整理を合意した。 これらの国債は、額面の2割で30年間にわたって召喚される。それまでの利子は放棄され、以降の利子も30年間の召喚期間のうち最後の15年間のみ、つくと定められた。この合意により、ホンジュラスはようやく債務超過状態からの脱却の道筋が見えた。1928年に予定された大統領選挙が近づくと、騒動への不安が増大した。 国民党はカリアス将軍を押し、1926年にポリカルポボニラが死去した後に再統一した自由党はビセンテ・メヒアコリンドレスを押した。ホンジュラスの選挙を観察した者の多くが予想しなかったことに選挙活動も選挙自体も暴力と脅迫が少なかった。結果はメヒアコリンドレスが6万2000を獲得、4万7000を獲得した。 カリアスに勝利した。カリアスが公的に敗北を認め、支持者に新政府を支持するよう求めたことも予想外だった。メヒアコリンドレスは大きな希望を持って1929年に就任した。ホンジュラスは政治と経済の発展に向かっているように見えた。輸出の8割を占めたバナナ輸出は増大を続け、ホンジュラスは1930年には 世界最大の果物生産国になり、世界中のバナナ供給の3分の1を占めた。ユナイテッドフルーツはバナナ貿易を支配するようになり、1929年にはクヤメルフルーツを買収するに至った。果物会社の間の紛争により会社はそれぞれホンジュラス政界の派閥を支持、グアテマラとの国境紛争を起こし、また革命に関与した可能性もあったため、この買収で、 ホンジュラス国内がさらに安定した。1931年にはフェレララ反乱軍がクーデターを企んでチャメレコンに隠れているところを発見され殺害されたこともホンジュラスの安定に貢献した。しかしメヒアコリンドレスの望みは世界恐慌によりつえた。バナナ輸出は1930年に頂点に達したがその後は大きく低減した。 数千人の労働者が食を失い、食を失わなかった労働者も賃金を減らされた。また、果物会社が独立バナナ農家に支払う価格も低下した。その結果、ストライキなどの労使紛争が起こったが、大半が政府軍によって鎮圧された。政府の財政状況も悪化。メヒアコリンドレスは、軍の賃金を支払うために1931年に、 果物会社から25万ベイドルを借り入れることを余儀なくされた。社会不安と経済問題が増大する中、1932年、ホンジュラス大統領選挙は公正に平和裏に行われた。ラテンアメリカでは多くの政権が不況によりクーデターなどで追われたため、ホンジュラスでそれが起こらなかったのは予想外だった。ユナイテッドフルーツが悔やめるフルーツを買収した後、 自由党を支持していたクヤメルの社長サムザムライが出国したため自由党は1932年の選挙の頃には資金不足に陥ったそれでもメヒアコリンドレスは自身の与党である自由党からの圧力を跳ねつけ自由党の大統領候補ホセアンゲルスニが植え手を勝たせるために選挙結果を操作することを拒否したその結果国民党の候補カリアスが 約2万秒差で勝利した。カリアスは1932年11月16日に就任、ここにホンジュラス史上最も長い期間にわたって続いた長期政権が誕生した。カリアスの就任直前、自由党はメヒアコリンドレスの反対にもかかわらず反乱を起こした。カリアスは政府軍の指揮をとり、エルサルバドルからの武器を得て短期間で反乱を鎮圧した。 カリアス政権の第一期は、ホンジュラスの財政崩壊の回避、軍の改善、小規模な道路建設計画に費やされ、カリアスが長期間にわたって、権力を握る措置を作った。経済が1930年代に改善することはなかった。世界恐慌によるバナナ輸出の大幅減のほか、1935年にパナマ病とシガトカ病のアウトブレイクが、 バナナ生産地域で勃発したことで、翌年には、ホンジュラスのバナナ生産の大半が脅かされた。トルヒーヨ近くを含む多くの地域のバナナ産業は放棄され、ホンジュラス人数千人が失業した。病気を抑える方法は1937年に発見されたが、ホンジュラスの市場占有率が他国に大きく奪われたため、多くの地域ではバナナ生産が回復することはなかった。 カリアスは大統領就任以前にも軍を増強する努力をしていたが大統領に就任するとその努力をさらに強めた。特に当時駆け出しだった空軍に注目して1934年に軍事航空学校を設立、米国の空軍大佐の一人を司令官に任命した。時間が経過するとともにカリアスは慎重に権力掌握を強めた。 まずストライキなどの労働争議に反対してバナナ会社の支持を得た。続いて保守的な経済政策で国内外の金融業界の支持を得た。世界恐慌が続く中、カリアスはホンジュラス国債の支払いを続け、イギリスの債権者との協定を堅くなに守り続け、他の債権者をも満足させた。1935年には2つの小さな債務が完済した。 政治統制は徐々に導入された。ホンジュラス共産党は非合法化されたが、自由党は活動を許可され、1935年の小規模な放棄の首謀者も後に帰国のための航空輸送を許された。しかし、カリアスは1935年末に平和と内部秩序の重要性を強調して、野党の出版物と政治活動を弾圧するようになった。一方、 国民党は、カリアスの指示を受けて、カリアスが大統領の座に止まり続けることがホンジュラスに平和と秩序も足らず唯一の方法であるとのプロパガンダを打ち出した。しかし、憲法は大統領が連続した2期を務めることを禁じた。カリアスは任期を延長するために、政権議会を招集、新しい憲法を作成させ、新憲法に基づき初代大統領を選出させた。 この時期に憲法を変更する理由は、大統領が任期を延長するため以外にほとんど考えられなかった。それまでのホンジュラスの政権議会は憲法を13回作成しており、最後の憲法は1924年に発行していた。1936年ホンジュラス政権議会選挙で選出された政権議会は1936年憲法を作成。 うち30過剰は1924年憲法と同じだった。1936年憲法の主な変更点は、大統領と副大統領の連続再選禁止を撤廃、任期を4年から6年に延長したことだった。他には死刑を復活させ、議会の権力を減らし、女性の市民権を取り上げた。また、現職の大統領と副大統領が百四十三年まで、 在任するとした。しかし、実質的にはすでに独裁者であった、カリアスはさらに多くを欲し,し、1939年には国民党に支配された議会がカリアスの任期を6年間延長した。自由党など政府に敵対した者はカリアスの失脚を目論んだ。しかし、1936年と1937年に行われた数多くのクーデターの試みは、 国民党の政敵をさらに弱体化させただけに終わった。1930年代末には、ホンジュラス国内でまともに活動できる政党が国民党のみになった。大勢の反対派指導者が投獄され、一部は鎖に繋がれて、手ぐしガルパ外中で働かされた。一方、自由党党首、スニガウエテなどは海外逃亡した。カリアスは中、グアテマラ大統領、 ホルヘ・ウビコ将軍、エルサルバドル大統領マクシミリアーノ、エルナンデス・マルティネス将軍、ニカラグア大統領アナスタシオ・ソモサ・ガルシアなど、中米の所属祭者と近しい関係を保持した。中でも、ウビコとは、特に親しく、ウビコは、カリアスの秘密警察を再編成、間違って、グアテマラ領に入った、ホンジュラスの反乱軍指導者を射殺した。ニカラグアとの関係は、 国境紛争によりやや緊張していたが、1930年代と1940年代では、カリアスとソモサが紛争を制御することができた。これらの親しい関係は、グアテマラとエルサルバドルの民衆反乱により、ウビコとエルナンデス・マルティネスが1944年に失脚したことでその価値が疑問視された。一時は革命がホンジュラスに飛び火すると思われた。 一部の軍人と反対派市民による陰謀は1943年末に露見して鎮圧され、1944年5月には、テグシガルパのホンジュラス大統領宮殿外で女性がデモを行い、政治犯の釈放を要求した。政府は強行策で対処しようとしたが、緊張は収まらず、最終的にはカリアスが政治犯の一部を釈放せざるを得なかった。 この行動に反対派は満足せず反政府デモが広まり続けた。7月、サンペドロスーラでデモ参加者が軍に殺害される事件が起き、10月には亡命者がエルサルバドルからホンジュラスに侵攻してきたが、政府転覆には失敗した。軍部は政府を支持し続け、カリアスは大統領に止まった。さらなる混乱を避けたい米国は、カリアスに任期が終わったら退任して、 自由選挙を許可するよう圧力をかけた。すでに70代のカリアスは最終的に同意して1948年10月に選挙を行うことを公表、自身は出馬しないと表明した。しかし彼はあらゆる手を使って権力を行使し続けた。国民党はカリアスが選んだ大統領候補フアンマヌエル・ガルベスを押した。亡命反対派は 帰国を許されたが、自由党は長年活動を低下していた上に分裂しており、それを乗り越えるためにひとまず1932年の候補すぎが上手を再び押した。自由党はすぐに正気がないとみて、政府に選挙不正の疑いをかけて選挙をボイコットした。これによりガルベスはほぼ一人舞台で、当選、1949年1月に大統領に就任した。 カリアスの大統領旗の評価は難しい。彼の在任期はホンジュラスが大いに必要としていた相対的な平和期であり、財政状況は改善、教育も少しではあったが改善に向かい、道路網は拡張され、軍は現代化された。一方、8世紀にあった民主制の組織は、しおれ、反対派と労働者運動は弾圧され、カリアスの支持者や親族、 そして主な外国に利益をもたらすために国益が時として犠牲にされた。ガルベスは就任すると予想以上に独自性を示した。彼は道路建設やコーヒー輸出の推進などカリアスが取った政策を継続、強化、1953年には政府予算の4分の1近くが道路建設に充てられた。財政政策もカリアスの政策を踏襲しており、 主に外債を減らし、イギリスからの債務を払い終わった。果物会社はガルベス政府からも優遇され、ユナイテッドフルーツは1949年にかなり有利な25年間契約を獲得した。彼は特筆に値する新政策も打ち出した。教育が政府に注目され、多くの予算が継ぎ込まれた。国会は所得税法を成立させた。出版の自由は、 ある程度回復し、自由党などの野党は、再決党を許され、一部の労働者組織も許された。議会と大統領は8時間労働制、年次有給休,休暇制度、労働災害における限定的な雇用者責任、女性と子供の雇用に関する規制を法律で定めた。1954年から1956年までの、 大統領フリオロサノディアス1957年から1963年までの大統領ラモンビリエダ・モラーレス1954年のゼネストの後、改革派に属する青年軍部は1955年10月にクーデターを起こし、臨時、フンタを設立した。そして、死刑が1956年に廃止された。 1957年ホンジュラス政権議会選挙と1957年ホンジュラス大統領選挙で自由党のラモン・ビリエダ、モラーレスが大統領に選出され、政権議会はそのまま任期6年の国会になった。これにより自由党は1957年から1963年まで政権を取った。新しく設立された軍事アカデミーが1960年以降、 卒業生を出すようになると、軍は政治から独立した専業組織として振る舞うようになった。1963年10月、保守派軍部は1963年、ホンジュラス総選挙に先じて、流血クーデターを起こし、モラーレスが失脚した。軍部は自由党員を追放、オスワルドロペスアレラの将軍の下で1971年まで統治した。 1969年7月、エルサルバドルがサッカー戦争でホンジュラスに進行、停戦後も緊張が続いた。国民党のラモン・エルネスト・クルス・クレスが1971年に短期間政権を取ったが、ロペスが1972年12月に再びクーデターを仕掛けて権力を奪取した。再び政権を取ったロペスは農地改革を含む 進歩的な政策を推進した。ロペスが1975年に退任した後は、フアン・アルベルト・メルガル・カストロ将軍、ポリカルッポ・パスガルシア将軍の二人が大統領に就任した。二人は、軍、特に隣国に優位なホンジュラス空軍の現代化を進め、また、電力、地上派などのインフラを整備した。この時期は、ホンジュラスの産物の需要が世界的に増大し、 ホンジュラスでは、経済が発展して、外国資本が進出してきた。1980年4月に、政権議会選挙が行われ、続いて1981年ホンジュラス総選挙が行われた。新憲法は1982年に議決され、自由党のロベルトスアソコルドーバが大統領に就任した。 ロベルト・スワソ・コルドバは、ホンジュラスの経済衰退に対処すべく、野心的な経済と社会発展計画を立てて、選挙に勝利した。また、コントラのゲリラ活動を支援した。スワソは、米国の発展援助を受けて、自身の経済と社会発展計画を推進した。ホンジュラスは、世界最大の平和部隊を受け入れ、非政府、国際ボランティア組織の数が激増した。 米国は、ニカラグア政府と戦うコントラを支援すべく、ホンジュラスに中軍、さらに、ホンジュラスで現代化した高校を建設、滑走路を整備した。ホンジュラスは隣国を破壊したち生臭い内戦を回避、したが、ホンジュラス陸軍は、共産党民兵に対する作戦を内密に行い、誘拐や爆弾事件で知られた、シンチョネロス人民解放運動を弾圧した。この作戦には、 中央情報局が講演したバタリオン3から16などによる情報機的殺人も含まれた。そして11月に予定された1985年ホンジュラス総選挙が近づく中、一人の統一候補に絞れなかった自由党は選挙法を一政党から複数候補を出せると解釈した。国民党はラファエル・レオナルド・カリエ・ハス・ロメロ候補をしたが、 得票率は42%に止まり、自由党の合計得票率を下回ったため、自由党が勝利、自由党の候補のうち最多得票のホセアスコナ、デルオヨが1986年1月に大統領に就任した。軍部の指示を得て、スワソ政府は平和裏に権力を自由党に譲った。そして、1989年にはコントラが解体された。 1988年、ニカラグアがホンジュラスにおけるコントラの補給基地を攻撃したため、米軍がゴールデンフィーサント作戦でホンジュラスに侵入した。1990年1月、ラファエル・レオナルド・カリエハス・ロメロが就任した。彼は経済改革を重視、財政赤字の対処に集中した。また文民統制も推進した。 1993年ホンジュラス総選挙では同じく自由党のカルロス・ロベルト・レーナが得票率56%で国民党のオスワルド・ラモス外に勝利した。彼は道徳革命を呼びかけ汚職と1980年代に人権侵害を行った人物の追求を進めた。レーナの任期で文民統制が完成、警察の支配権が軍から文民に移された。 1996年、レーナは自分で防衛大臣を指名、それまでの軍部からの推薦をそのまま受け入れる慣例を改革した。レーナ政権は中央銀行の外貨準備を増やすことに成功、インフレ率を12.8%に下げ、経済増長率を回復させ、また1997年には財政赤字を1.1%に下げた。 1997年ホンジュラス総選挙で国民党のノラ・グネラでメルガルに10%の差をつけて勝利した自由党のカルロス・ロベルト・フローレスは1998年1月27日に就任した。フローレスはホンジュラスの財政状況と競争力に着目した国際通貨基金のホンジュラス政府と経済改革計画を開始した。1998年10月 ハリケーン・ミッチがホンジュラスを襲い、死者は5000人以上に上った。損害は36億米ドルに上り、インフラ再建のための寄付金が世界から集まり、2000年には合計で14億米ドルが集まった。2001年ホンジュラス総選挙で国民党が勝利して61議席を獲得、自由党は55議席に止まった。自由党の大統領候補、 ラファエル・ピネダ・ポンセは国民党のリカルド・マドゥロ候補に敗北した。マドゥロは2002年1月に就任。マラ、特にマラ18とマラ・サルバトルチャの成長阻止を重要視した。2005年11月27日に行われた2005年、ホンジュラス総選挙において自由党候補、マヌエル・セラヤが国民党候補で議会の議長だった、ポルフィリオ・ロボソサを4%の得票差で破り、 2006年1月27日に大統領に就任した。セラヤは市民の力を選挙活動のテーマとし、政府の透明性を高めることと麻薬密輸の取り締めを公約した。しかし、議会では自由党が128議席のうち、半分弱の62議席しか獲得できなかった。セラヤは6月に2009年ホンジュラス憲法投票を提唱。 新しい政権議会を招集して、新憲法制定を呼びかけた。しかし、憲法は、任期制限など一部の条項について、改定を禁じており、セラヤの呼びかけは2009年ホンジュラス憲法危機を引き起こした。ホンジュラス最高裁判所は、国民投票の差し止め命令を下した。しかし、セラヤは裁判所の決定を受け入れず、軍の首脳であるロメロバスケス・ベラスケスを罷免した。 バスケスが法律違反を拒否して国民投票への手助けをしなかったことが理由であったが、悲免は議会と最高裁判所から不法であると判断され、バスケスは復職した。セラヤはさらに最高裁判所が違法と判断した、国民投票を強行した。軍は国民投票の票を奪って、ケグシガルパの軍事基地に置いたが、セラヤは選挙の前日にあたる6月27日に、 大勢の支持者を連れて、軍事基地に入り、軍の総指揮官として、票の返還を命じた。議会はこれを、権力の乱用とみなし、セラヤの逮捕を命じた。2009年6月28日、軍部は、セラヤの職を解き、彼を、中立国のコスタリカに移送した。副大統領だったエルビンウェルネスト・サントスは、選挙出馬のために辞任しており、 大統領の継承順位に基づき議会のロベルト・ミチェレッティ議長が大統領に任命された。しかし国際連合と米州機構は大統領の武力追放を問題し多くの国がセラヤを引き続きホンジュラス大統領と認め軍部の行動を民主制への攻撃とみなした。ミチェレッティ政府は外国からの圧力を受けたが引き続き政権を取り、 11月29日に2009年、ホンジュラス総選挙を行った。元国会議長で2005年の大統領候補だった、国民党のポルフィリオロボ・ソサが当選した。2010年1月27日に就任した、ポルフィリオロボ・ソサ大統領は2010年中には大統領くらいの正当性を外国に承認させること、そして、ホンジュラスの米州機構復帰に集中した。 米州機構は2011年6月にホンジュラスの復帰を承認した。2014年、フアンオルランドエルナンですが大統領に就任。2017年の大統領選挙でも再選された。通詞、ありがとうございます。